はい、スバルにはターボエンジン欠かせないですよね。あそこの今課長がやってるのもターボ。今ちょっとね、分解して、まあ例えばペーパーウェイトに使ったりとかね、綺麗にして、よく頑張ったエンジンですからね、よく頑張ったと思うんですよ。なので、いろいろちょっとこれはあの捨てちゃわずに生かしてやろうかなっていうことで、分解してます。もうすぐね、なんか割れる、まだ割れるの、この先バックリと、もうこのまま割れます。これがね、割れるとね、なんであのクランクケースが割れてますからクランクケースがね、こんな風に割れたのがね、まあ、どうしてかなということがね、まあ、分かります。まあ整備もね、ちゃんとやって、あの売っても寿命来るときは寿命来ちゃいます。これもこれね、販売したときにちゃんとこのセパレーターカバーの部分を変えてね、ワンマンだからその、新品がね、ついてるのがありますけどね。ということで、ね、また割れた状態を画像でね、お見せしたいと思います。こんなことを今日はやってます。せっかく磨いた車があったんですけども、雨が今日降ってしまいまして、まあ合わせてね、ちょっと紹介したいことがあったんでここ来てますけど、ここにまあ今あの処分するちょっとエンジンがあるんですが、これ直列4気筒です。直列4気筒、これが直列4気筒の、まあ、いわゆるビビオ の RXR とかですね、今のこの R2 とかに使われているエンジンで、まあ、昔からこの鋳鉄のブロックなんですけど、こちら側のヘッド、これがですね、大幅に新世代のアクティブバルブコントロールのついた、ヘッド周りですね、これがいわゆる R1、 それからこのこちらの R に乗ってるやつですね、ここが SOHC になると、まあ昔からあるエンジンで、それも信頼性が高いんですけれども、これの R1 の I ですとかね、まあプレオの普通のエンジンに使われてたっていうことです。でステラになってくると、もうみんなこの4バルブのエンジンになっていくわけです。まあ今日そんなエンジンの話をするのはですね、まあ、この前ちょっと紹介したイカれちゃったエンジンなんですけど、まあ捨てるのもね、簡単なんですけれども、再資源化するだけですのでね、こちらがまあ本当にもう何ともならない、ね、これもちゃんとリサイクルします。鉄ですよね。でこの、まあ、カムシャフトもね、まあペーパーウェイトにはちょっと大きいしね、まあ溶かします。でこういうピストンなんかは結構説明するときに役に立ちますのでね、まあみんなこう汚れてくるんですね、距離走ればみんな汚れてきます。で、これを燃料の中に入れてあげると、ビューンと燃料のラインを掃除しながら、ここへブワッと噴射されて、ガソリンと一緒にバーンって火がついた瞬間に、これを爆発した時にこそぎ落としていく物質がポリエーテルアミンという物質なんですね。そのポリエーテルアミンというものを入れた添加剤が純正でありますので、
まあ、それをうちではあのお客さんにお勧めして今よく売れてるわけです。でこの2つのオイルリングでですね、これこう動くわけです。これでオイルをこそぎ落として、上は気密性、下はこそぎ落とすと、ね、そういうことにこう、使われてるわけですけども、まあ、これをきれいにして、オブジェにしようと。でこれが実はそのこれは本当にね、なかなかあのレアなものなので、このままちょっと参考までにね、こういうふうに壊れた、まああの人間でも心筋梗塞で亡くなっちゃうようなことありますけれども、エンジンもこういうふうに壊れる、壊れないエンジンはないんですけど、まあそうですよね。でただあのスバルはやっぱりあの航空機メーカーの遺伝子を持ってますし、中島の作った発動機が他のメーカーの特に有名なのはあの三菱が設計開発したんですけれども、冷戦、ゼロ戦とも言われますけれども、ね、冷戦のエンジンは、三菱が金星を、まあ、終戦近くになって金星というエンジンが出てくるまで、まあ、ほとんど中島の境が積まれてましたのでね、それで、製造冷戦の製造そのものも三菱よりもちょっと多いんじゃないかと思うんですけど、中島で作ってましたので、それでまあ僕の子供の頃は、ゼロ戦はみんなこういう形でスバルはゼロ戦を作ってたから ね、そういう言い方をよく子供の頃はされたんですけども、まああの永遠のゼロという映画なんかもあるよう にね、あの設計士はあの場合三菱の方 でただエンジンが三菱にはなかった、それで、中島のエンジンが乗ってたと、まあ、そういうね、1000馬力のエンジンを、まあ、作ってた、誉れは2000馬力ですしね、そういうね、左右なんてやつに積んであったものすごい速いやつ、ね、あれは2000馬力の誉れを積んでますよね。そういうエンジンを、まあ、作ってたあの会社の発動機といいますけど、昔は、直径のエンジンということです ね。これもう本当にねこうかわいそうだけどしょうがないですよね、こればっかりは。やっぱりもう、このここにね何らかの障害があったということですけど、割ってみるとこれだけかじっちゃってて、でまあ他のピストンに影響を与えてるわけですけども、圧縮が残ってましたのでね、大したもんだと思います。コンプレッションがねこれ残ってたんですね、こっち、まああのとこれも同じ汚れ方をしてましたのでね、昨日見ていただいて、燃焼室の状態はそれほど悪くはないと。まあ、ボーンとこれが折れて、で、折れたあの相手側がこっちへ突っ込んで、これはね、本来こうなるわけですけどね、これが突っ込んで、で、このバルブがね、ピストンがバルブが出てきたところへ当然壊れてますから、バーンと当たって、ね、壊れてしまったという、まあ、EJ20 名作エンジンですけどもね、さあどうしようかと、これはね、やっぱり綺麗なんですよね、あの芸術的な輝きを持ってますので、ちょっとねいろんなことに使いたいなと思ってます。はい、ということでですね、まあ、エンジンの中身はねなかなかあの僕らは分解してこう直すということがあるんで当たり前に見るんですけれども、普通の人はねここまで見ることはない。でよくエンジンのオーバーホールっていう話が出てくるんですけれども、
そのレースのエンジンとか、ね、耐久レースのエンジンですとか、まあ、そういうものはレースごとにオーバーホールってあるんですけども、まあ、普通はですね、あの健康な人の体にメスを入れないのと一緒で、壊れていない限りはですね、こんなことをする必要はないです。で、まあ、これはこういうふうに壊れちゃったんですけども、今もうこういうこのコアエンジンもないんですね、なかなか。で、今そのこれの一つコアにあるエンジンが ありますのでね、それをそのまま積むわけにはいかないので、なるべく可能性は潰したい。それで、生かすために仕事をしているわけですけれども、で今日本当はこれ乗りたかったんですけど、ピカピカでね、これも今の EJ25 が乗ってます。 2.5 リットルのターボエンジンが乗ってますけれども、まあここで今一気エンジンが誕生しましたんで、そいつを乗せます。お金に糸目はつけませんでした。それからこれは今進んでいるオレンジの GC8 のエンジンです。あれはあの今のような壊れ方をする直前だったので、あれもね、最終型の280馬力のエンジンなのでなかなかないんですね。ですから、これはさっきお話したように完全に分解して、ね、組み直しました。この組み直したものを今エンジンが外してこうちょっと車高が上がっちゃった状態で、保存してますけれども、その保存して車をこちらへ持ってきて、これを搭載すると、ああいう風になってないだけまあ良かったということですけどね。競技中に壊れたんですけども、これはね、なかなかね、古い車を維持するっていうのは大変です。直せるものは直しますけども、もう直せないものもたくさんあるのでね、とにかく壊さないように上手に乗るというのが一番大事なことかなと思います。この後の動画の中で、まあ、ちょっと食い物の話なんですけどもね、ドッグフードを食べさせてるんですけれども、僕は特にそのドッグフードに細かな好みがあったりするわけじゃないんですが、譲っていただいた訓練場で子供の時から食べてるやつを食べさせてます。で、やっぱりプロが勧めるものっていうのには何かの理由があるということで、まあ、食いがいいということもあるんでしょうけど、あまりお腹も壊さないしで、初めて出会った時にパーッと出てきて、その今飼ってるリクトだけが僕の足元に来たんですね。で、あ、これは縁のある犬だなと思ってしばらく遊んでるのを見てたら僕の目の前でうんちしたんですよね。今でも全く同じ格好してうんちするって面白くてしょうがないんですけど、うんちしたんです。で、その後僕が抱っこさせてもらうために部屋の中に連れて行って、で抱かせてもらったりして、でケージに入れたんですね。入れたらそこの検視者の方がドッグフードをねパーッと与えたわけです。そしたらパク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 と食べたんで、あら、この子は食いつきが、この子は食べ方がよく食べるわねって言った時に、あ、ね、やっぱり消化器系もいいし食欲もあるしいいなと思ったんですね。いい子だなと思ったんですが、やっぱりその正しいものを食べさせて、いろんな意見があると思うんですよ。ドッグフードだけ食べさせていいのかというような話もあると思うんですが、そのドッグフードを1日3回これでずっと6月の30日から、昨日まで1日3回与えてきて、で、そのドッグフードをまだ、リクトは9ヶ月なんですけども、もう体はですね、
大人になってるので顔は子供ですけど、ね、今オリンピックで活躍してる選手たちみたいな感じなんですよね。ですから昨日からアダルトのドッグフードに切り替えたんですが、やっぱりですね、成分が違うんですね。で成分が違ってて、裏書きを見ると、で、食いつきは変わらないんですけど、ゆうべ石のようなうんちがですね石なのかと思うようなやつが出てきたので、やっぱりね、ご飯って大事ですよね。何を食べさせるか、何を食べさせるかが大事だと思うんですよね。ですから、車にもいいものを食べさせたいなと思うわけです。で、食べさせたドッグフードはアダルトで同じメーカーで、その検査さんで勧めてるやつなので、ドッグフードには問題はないんですが、やっぱりこれまでの子犬用のね、パピーのものからアダルトになると結構ね、やっぱり体には影響が出る。で今朝、運動させた最中に、運動させてる最中に昨夜の残りが出ました。で、運動終わった後だから今朝はですね、少し混ぜたんです。僕のポーチの中に前のフードがあったので、少し抜いて、それを入れて、食べさせて実験しましたけれども、まあさっきお昼にですね、まだ今3回やってますんで、食べさせてから排泄をさせましたらね、ああまた見事ないいのが出たわけですよ。やっぱり食べ物って大きいなと。でお昼ご飯はもうパピー用がないもんですから、そのアダルトを、まあ僕はだいたいこれまでも水をでこうふやかして与えてるんですけど、今日はちょっと長めにふやかしたのを食べさせてみて、どうなるか今夜実験をすると、いうことでですね。ですからくれぐれも、思うんですけども、愛車の点検をきちっと出して、ね、点検の記録簿をちゃんとつけて、ね、まあ記録簿がないとかそういう車もあると思います。まあそういう場合にはですね、我々のところに入庫してもらえば、きちっとした記録がずっとついていきますので、会社の記録に残りますので、そういう愛車の管理をね、ぜひね、お願いしたいなと思います。自分でできる人でも他人に任せないとわからないところもあるということでですね、まあ今日はそんなことで、この後、ちょっとつないであるんで食いのいいところを見てください。じゃあこれで終わります。さあ今日から大人用のフードです。ちょっと減らしました。様子を見てますが、食いはいいですね。これはアダルトです。お前もアダルトだね。うん、アダルト、今日から始めました、アダルトのフード。7月、去年の7月にはね、膝に乗るぐらいだったのにね、大きくなりました。はい。